どうもお疲れ様です。竹タクシーですというところで,ですね、えー、本日も、えー、群馬県、えー、前橋での、えー、売り上げ報告していきたいなと思います。はい。えー、本日は、えー、と5月25日木曜日ですね、朝8時から夜中3時まで営業を行いました。はい。えー、本日の全体の本数が20本ですね。はい で、一番最長で、えー、9510円というのが出ました。はい。で、総売上げの方が、えー、41250円でした。はい。で、本日はですね、あと最後にですね、今月の給与もお発表していきたいなとはあ思っております。はい。じゃあ、そんな中ですね、今日は、えー、っと、目立ったこととして、 まあこの9,510円っていうところですね。なかなかあの金額なんですけども、そうですね。なかなか、あいつも多くても5,000とか、そんぐらいなんですけども、9,510円というところで、えーまあ、どこに行ったのかっていうことなんですけども、まあ、別に遠くに行ったわけじゃなくて、えー、ちょっと珍しいことが起きまして、まあ、えー、っと、 そのからと2時間ほどメーターを入れたまま待ったっていうところですね。はい。まあその理由として、その、軍大病院の先生を乗せたんですけども、その、軍大病院から乗せまして、で、えっと、ホテルで、えー、公園があるというところで、えー、ホテルまで乗せていって、で、その公園があ、まあ、1時間ほどかかるというところで、 まあ、メーター回してていいよっていうところで、えー、メーター回してたままあ待ってましたら、まあ、1時間ではなく、まあ、2時間ほど待って、えー、9,510円っていうところですね。はい。で、確か群馬だと,、えー、と1分40秒かな。で、90円、えー、上がるんですけども、まあそんな感じで大体まあ1時間で4,000円ぐらいですかね。で、まあ2時間で8,000円ぐらい。 うーん、もうちょっと少ないか。まあ、あとは、あー移動距離ですね。まあ、そんな感じで、まあ、9510円っていう形になりました。まあ、さっきのちょっとアバウトには言ったんですけども、まあ、そんな感じで9510円っていうのがあー出ました。まあ、そんな感じでですね、ただ待ってるだけでもお、お金がもらえてしまうという、まあ、うーん、まあ、得したような気分。 でもありながら、なんか仕事してる感じでもないというか。まあでも待ってるのも仕事っていうのが、まあタクシーっていう感じですね。はい。まあそんな感じですね。えー、お金が出ても、えー、結局、まあその先生もチケットで払うので、うーん、まあそこまで気にしてないのかなとか、うーん、そうですね。 うんその公演を行ったところからチケットが出たのかですかね、その公演の,そのホテルの人からあ直接待っててもらっていいよっていう話だったので、まあ、そういった感じで、結構、病院の先生とかはタクシーは結構優遇されるというか。 まあチケットで支払っておそらく経費で落とすみたいな感じなんですけどもまあそういった感じで病院の先生とか当たると結構お金を多めにですね払ってくれたりするっていうこともあるのでまあそういった運がいいみたいなこともあるのもタクシーの面白さというかたまにこういうのもあるのもなんかちょっとしたワクワク感じゃないですけどギャンブル性もあって面白いのかなっていう。 楽しみ方もタクシーにはあります。はい。まあ、こんなところで、えー、今日のことは締めて、えー、と、今日の伝えたいこと、最後ですね、今月の給与というところで、えー、ちょっと発表を始めてするんですけども、えー、っとですね、まあ結論から言いますと、手取りの方で、今月は、えっ、ー、と、22万3000円というところで、えー、結構、いつもより多めでした。はい。 ちなみに先月は18万ちょっとだったかと思います。はい。で、まあ、その計算方法なんですけども、えー、っと、まず水上げ高というところで、えー、自分のですね、総売上げから消費税の10%を引いた額が水上げ高という感じになります。水上げ高が47万8000円でした。はい。 で、えー、とでえとすねうちではその何万円以上だと何パーみたいな感じで、えー、今回だと45万以上だとまあ53パーセントが自分の総支給額になります。で総支給額が26万4000円ぐらいっていう感じですね。でそこから、えー、保険などいろいろ。お 引かれて、えー、手取りが22万3,000円というところで、えー、この中にはあそうですね、まあ、完全不合というところで手当が、まあ、ほとんどない感じですね、えー、交通手当だったり住宅手当だったり、まあ、大手の企業だったらそういうのも出してくれると思うんですけども、まあ、そういうのを含まずに22万3,000円というところで まあ全然いい,いい方なのかなと。まあ、今月はちょっとできすぎてた感はありますね。はい。まあ理由としては、やっぱりそのゴールデンウィークですね。結構夜動いてくれたというところで。まあマスクも外していいよみたいな、そういう反動もあってですからね。結構夜動くような感じでした。はい。まあそんな感じで、えー、手取りで22万3000円。うん。 あまあまあいい方だったのかなという感じですね。まあこれが続くっていうふうにではなくてですね。えーまあ、平均で大体、まあ、手取り20万ぐらいにこのままいけば落ち着くのかなっていうイメージで,、えー、ですね。はい。まあこんくらいこれだけストレスのない仕事でもらえてれば 個人的にはは全然十分ななのかなというう感覚でであります、はい、そうですそね、うん、やっぱりそのストレスっていうところに一番お金がかかると思いますので、まあ、皆さんもですねその慢性的なストレスっていうのを抱えているといくら稼いだところで、えー、全部使っちゃえみたいなマインドになりがちですのでいかに、えー 自分にとって苦じゃない仕事っていうのを見つけられるのが、あそうですね、一番メンタル的にも、将来的にも、まあ、貯蓄的にもしやすいのかなというところですね。それはあ感じています。はい。実際自分も収入は、以前の会社よりも3分の2ぐらいまでおそらく減ってるんですけども、 まあそれでも今の方が貯蓄率という感じでいけば、今の方が全然高いので、まあ、そういった感じでいかに、えー、仕事で嫌、えー、なストレスを感じないかっていうのはすごく大事だなっていうふうには感じております。はい。 まあ、今日はこんなところで締めてですね、えー、来月もお給与の方確定したらあ、また発表していきたいなと思います。はい、ちなみに、えー、給与明細はもういただいてるんですけども、えー、給与支給日はあうちの会社では28日ということになっております。はいそうですね、で4月の20日からあ5月の20日。 あーの給与を28日ですね5月の28日に支給されるっていう,う今回はですね形になりますはいじゃあそんな感じでですね今後も、えー、求人情報ではわからないような情報などですねタクシーのリアルを伝えていきますので今後ともよろしくお願いいたしますそれではまたバイバイ